まあ、あの言葉駆け足になるんですけども、まあ要するに、言わんとすることは、まあ、まあ、まあ変わらないというか、この聖書時代のね、まあ、歴史的な状況の中で語られたメッセージの本質を抽出して、ね、私たちの時代の状況に、まあ、適応すると、ね、まあこの図ですよね、文化は変わるけども、まあ、メッセージがメッセージの本質は変わらないとね、この本質を抽出して語るということの、まあ、まあ格闘するのが、まあ、神学というね、神学的な思想ね、まあ、最近では、まあ後から出てきますけども、例えば、まあ、男女のもの、男と女に作られたと、ね、そして一心同体であるべきであるとね、こういうふうに、まあ、一章二章に書いてある。最近の問題としては、まあ、同性愛の問題をどう考えるのかとかね、こういう問題も出てきますよね。まあ、以前は、まあ、アダムとあのソドムとゴモラのような感じでね、何かこう不適切な、まあ、ということで、まあ、断罪されるという傾向がキリスト教世界で非常に強かったんですけど、今は非常に、まあ、権利が認められてね、そういう教職者すら誕生するようなところもあるとね、逆に、まあ、そういうことを断罪するような説教といいますか、講演といいますか、したら、まあ、裁判で訴えられかねないようなね、風潮はヨーロッパにもあるというね、本当にこう、難しい時代になっている。言えますね。まあ、1世紀の、ね、驚異的な本質をですね、1世紀だけじゃないんですけども、まあ、聖書の歴史は、まあ、1600年ぐらい の、まあ、幅があるんですけども、その本質を、ね、こちらに、同じ価値を持ちながら翻訳する、ね、東海訳、ね、これはもう翻訳の世界で、まあ、使われる言葉ですけども、要するに、まあ、永続的な本質と、ね、一時的な形式を、まあ、区別するね、こう識別するというね、これが、まあ、聖書解釈で、まあ、非常に重要なね、そういうことをしないと、まあまあ、どう言いますか、まあ卵であれば殻も一緒に入れて料理してもらうみたいなね、もう食べたらなんかこう歯に引っかかるというかね、噛めないという感じになってくるんですかね。まあそういうことでですね、こう普遍的な要素ね、聖書の中における普遍的な要素ね、特定するために、まあ、どういうふうな、まあ、基準があるだろうかということを、まあ、提示しているわけですよね。だから、まあ、エリクソンの、まあ、言った聖書解釈方法論というのは、ね、非常に、まあ、進んだ考え方だなと聖書解釈があるんだよね、思いますね。で今第3版が出ていて、まあ、私たち使った第2版の翻訳なんですけども、15年ぐらいずつですかね、で新しい内容にね修正していける、そういう面で、まあそんなの読むとですね、まあ、またこの十数年で出てきたいろんなですね聖書解釈上の取り組みがね、広く反映されているというかね、感じがしております。そういう面で非常に面白い時代ですね。で第一にこのね、判断基準の一つで文化を超えた普遍性ね、その特定の文化に密着した何かそういう、まあ言ったら教えというのは、まあ言ったら一時的なものね、それを超えた普遍性ねいうものを、まあ識別しないといけないとね、いうことですよね。まあ出エジプト期なんかでですね、パレスチナの、まあそういう遊牧民的なね、
牛や家畜がですね、人間と同居しながら40年間移動している世界がありますよね。でそういうところでのですね、なんかこう知っている時の21、22、23章なんかではですね、今日の、表現で言えば交通事故みたいな出来事が、ね、家畜がですね、こうどう言いますか、角がですね、たまたま人間をこうね刺したと、で死んでしまったと。でその場合どうしたらいいか、ね、その場合はですね、牛は殺されなければならないと、ね、いう形で、まあ、損害賠償勝利みたいな。ただもともとその牛にね、いつもそのつく癖があったとしたら、その飼い主も裁かれなければならない、ね、こういうふうな、まあ、非常にきめ細かい規定がね、まあその時代その時代だから、聖書には実際に殺す流れですけども、さらにそれを具体的なこう刑法民法の領域に下ろしてきたのが出エジプト21章から23章ですよね。そういう形でこの、まあ、立法自体はですね、この神様、清い正しい神様がおられね、そしてその神様の御心の、まあ、原則として、まあ、実戒ね、神を愛し人を愛せよ、ね、その細かい十の規定がこういう、ね、でさらにそれをですね、レビキの、まあ、言ったら儀式立法ね、神をね、礼拝する規定ね、あるいは、まあ、刑法ね、ね、民法という形で、まあ、具体化されるね。しかし、まあ、その時代背景と状況の中にと密着したものですからね。だから、まあ、言ったらこうね、その本質はね、本質はね、こうね、私たちは抽出してね、出引きの中でも儀式そのものは本日ね、鳩を持ってて牛を捧げたりねする。しかしその私たちの感謝の捧げ物というかね、そういう礼拝に対する純粋なスピリットというのはね、十分まいたらそこに象徴的に汲み取ることができるわけですしね。この刑法や民法の中でも神の御心がどういうふうに生活の中に反映するかね、損害賠償法的に、ね、損害を与えた分だけは必ず賠償しなさいよとね、そういう、まあ、内容がね、いろいろね、ただ、まあ、その本質をね、どん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 変わっていく時代の中でですね、どう反映させていくかという点ではね、結構、まあ、フレックスビルなところも、まあ、あると思うんですね。そしてまあこの第二に普遍的な背景ですね。その語られている、まあ、教えがですね、どういう背景で語られているかとね、まあ聖書を開く余裕がないので、まあ、28章マタイ28章ですね。イエスは近づいてきてこう言われたとね、私には天においても地においても一切の権限が与えられています。それであなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、ね、私が命じて全てのことを守るように教えます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいます、ね、でバプテスマというのはですね、初代教会だけで なすべきなのか、あるいは、まあ、普遍的な命令として授けられているのか、ね、まあ、判断するためにその背景を文脈を見ますとですね、まず第一にですね、全ての権威ですね、この弟子たちに、この委ねられたということが、まあ、語られた。で第二にですね、このその洗礼の対象はですね、あらゆる国の人々を弟子としなさい、ね、あらゆる国の人々を、まあ、対象にターゲットにした。で第三にですね、身を私世の終わりまでというね、世の終わりまでこの働きを続けなさいとね、洗礼を執行していきなさいとね、福音伝えてね。だからこの洗礼の、まあ言ったら普遍性というかね、いうものがここで教えられるね。でもう一つですね、私たちがちょっと考えさせるのはですね、ヨハネの福音書の13章に、ね、書かれている、まあ、洗足ね、足を洗う
イエス様が足を洗われたというね。ね、まあ、イエス様はですね、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきですと言われた。ね、しかしその文脈 の全体を見たらですね、イエス様は実践すべき期間については何も語られていない。ね、イエス様はですね、私がした通りにですね、あなた方もするべきであるとね、いう方で模範を与えたと言われたけれどもですね、この戦足をですね、こう永遠続けろという意味ではないね。でその当時の文化的な社会的な背景というのは、まあ、アスファルトのない世界で埃でですね、足がサンダル履きですね、ドロドロになるというね、歩いて、あちこちするとね、でどこの家にもその足を洗う桶があって、足を、まあ、目上の人の足を目下の者が洗うという習慣があったね。しかしイエス様はね、この主人はしもべより偉いんだけどもですね、このまあイエス様は目上の者がですね、こう模範になるようにと、ね、そして謙遜な態度でですね、上から権威を振るのでなしに模範を示すようにね、というメッセージを残されたのであると。だからこのね、この戦足というのはね、洗礼はね、洗礼は普遍的であるけどもね、戦足はですね、その時代の、ね、形式であってですね、その戦足の中に含まれているですね、この謙遜でありなさいと、ねね、これをですね、そこから抽出して私たちの時代の中でですね、この私たちが示すべき謙遜とか模範っていうのは一体どういうことに当たるんだろうかということを、まあ言ったらクリエイティブに考えるべきであるね、ことですよね。もちろん、まあ、今日、まあ、このそういう、まあ、特に欧米の世界なんかではそういうどうですか、まあ、その売春的な働きを している人たちを、まあ、導くという働きをされている働きなんかではね、そういう人たちの足を洗ってあげるというね、ミニストリーとかね、あるようですけども、まあ、それはまた別の意味でね、福音のコンテクシャリゼーションとして別にそれは差し支えないんじゃないかと思うんですよね。だからその働きの、まあ、私が言わんとすることは、聖書の言葉を表面だけは取って、こうイエス様の言い方がこうするんだみたいなね、こういう、まあ言ったら聖書の概念を聖書の用語において表現すべきであるという極端な自義主義でなしに、私たちはとりあえず、まあ、外形と本質を区別して抽出して今日化しながらまた戦足をするということも可能であるということはあり得ると思いますね。まあ、そういうことによって私たちがね、どう言いますか、時代に縛られなくなるというかね、真理はあなた方を自由にすると言われたね。その福音による自由を、ね、二度と奪われて奴隷になってはならない、ね、その福音の自由をですね、クリエイティブに生かしてこの世界でね、使えるというね、模範を示すというべきですよね。それから第3番目にですね、あと5分ですか、基盤として認識された普遍的要素ね、例えば、まあ、結婚について教えられたとイエス様はね、男性と女性を作られた、これは、まあ、創世記に書いてあるわけですけども、まあ、創世記というのは創造、ね、そして、まあ、人間の創造、男と女に作られた、ね、そして一心同体となるべきである、ね、そういう面で非常にこう男と女の関係、そして結婚、ね、家庭、ね、これは非常に聖書的な姿じゃないかなと思うんですよね。歴史の中ではね、共産主義の実験なんかではもう家族をバラバラにしてとかね、いろいろ、まあ、人間を無神論思想、そして国家形成の材料にするために、まあ、いろんなことをやります。結局はまあいたら家族に戻っていくね、共産主義は崩壊したけども体制はね、ロシアのキリスト教と家庭は
その中でずっと息づいていたというね、蘇ったと言われますけどね。まあそういう面で、まあ、メッセージの普遍性というかね。だからまあ今の時代結構いろんな事柄の中でですね、まあ同性問題とかいろいろありますけども、まあまた時代がまた変わるところはあると思うんですけどね。一時期、まあ立法主義的なあり方ということで反動的にフリーセックスというのは随分ね、毎回ヒッピーなんか中心にこう世界中流行しましたけど、結局そのなんかやがてエイズなんかの蔓延とかね、あるいはまあいろんなことでまあしぼんでいった、また自由と思ったけども結局はまあ言ったらね、その後まいたら離婚とか家庭の崩壊とか、まあ親子関係とかいっぱい社会問題が出てきてね、問題を生み出してるね。だから聖書はですね、いや保守的な形のように思うけどもですね、やはりそこに戻っていかないとですね、大きな問題のね、なんか温床になるという気がしますね。もちろん、まあ、同性愛の、ね、人たちの、まあ、それぞれの人権をですね、断罪したり、まあ、頭ごなしにこう、ね、迫害したりみたいなアプローチはですね、教会もちょっと考えないといけないと思うんですけども、まあ、倫理の問題ですね、非常に、まあ、難しいね。キリスト教の、まあ、倫理観ね、あるわけですけども、倫理のあり方は片方では立法主義的な感じでね、断罪ね、それが罪だと、ね、いう断罪的なアプローチ、もう一つはですね、リベラルなんかであるアガペの愛さえあればというね、この放縦ね、放縦ね、OK ね、フリーセックスでも婚外交で婚前交で何でも OK ね、愛さえあればとね、そういう、まあ、そうではなしにやはりね、この、まあ、聖書に書いてある本質ね、を抽出して、エリクソンなんかはこうプリンシパリズムというね、プリンシパリズムという言葉を使っていますけども、その原則を抽出してですね、まあ、個々のケースに、まあ、丁寧にアプローチしていくというかね、まあ、同性愛の問題でもホルモン異常の問題とか遺伝的な問題とかね、いろいろ、まあ、あるいは習慣から来る問題とかいろいろあるようですけどもね、まあ、個別の、まあ、丁寧な対応と、まあ、フォローが必要な時代になってきているように思いますね。あと1分ですね。とまあ本質的な経験との断固とした結びつきね、そしてまあ全身的経緯によって最終的一致ね、要するにまあキリストの復活がなかったら私たちも復活もないわけでね、ね、キリストの復活はね、初歩であると言われてるね。初歩というのはですね、全面的な収穫の一番最初の収穫なんですね、実りなんですね。最初の穂が実りする、その後全面的な収穫が続くというね。だからキリストの復活があるからこそね、その根拠があるからこそ私たちのね、私たちの、まあ、再臨復活ね、千年後進展神事というね、この望みね、祝福ある望みがね、控えているわけでね、これなしにこれもないとね、いうことですね。だからこういうものをね、食材とか復活というものをね、否定してキリスト教信仰は成り立たないと、ね、まあその他にも、まあ、たくさん準備したことあったんですけど、時間がないのでね、このようにして、また次回以降ね、またいろいろ分けてね、分かっちゃっていきたいと思いますね。それではお祈り、金子姉妹、お祈りしてもらえますか。アレルヤ、愛する天皇と様、今日の授業をありがとうございます。
私たちがどうぞ正しい福音理解を築き上げていくことができますように、聖霊様どうぞ助けてください。私たちにはとても難しい内容もあるので、どうぞこれからもあなたが一歩一歩導いてくださり、私たちが次の世代にまた自分の立った場所で、あなたが立たせてくださった場所で、人々にあなたのことを伝えていくことができますように、私たちを整えてください、今日の授業感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。起立。